平野紫仕様のお散歩動画がファンの心をわしづかみ、デートの続きみたいな彼氏感に親近感。日本の若者たちに絶大な人気を誇る俳優であり、ジャニーズグループ、キングプリンスのメンバーである平野仕様が、SNS 上に新たなブームを巻き起こしています。最近、彼が投稿したお散歩動画がファンの心をわしづかみにし、話題となっています。 その魅力的な後ろ姿やラフなスタイルがデートしているような雰囲気を醸し出し、多くのファンが彼の親近感に引き付けられているようです。平野紫洋が公開したお散歩動画は、彼の日常的な姿を映したものでありながら、ファンの心を捉える特別な何かがあると話題となっています。動画では、彼が都内の線路沿いを歩いている様子が捉えられており、 彼のリラックスした後ろ姿やうつむく横顔がファンの心をくすぐります。白い T シャツにデニム、そして白いスニーカーとサングラスというシンプルでラフなスタイルは彼の魅力をより引き立てています。この動画に対するファンからの反応は熱狂的で彼の彼氏感に魅了されたファンが続出しています。SNS 上ではデートの続きみたい、彼氏感がたまらない。 歩いているだけで絵になる大きな背中が男らしいといった賞賛の声が広がっています。また彼が都内の線路沿いを歩いている姿に対しては東京で地上走ってる電車見れる方がレアじゃない親近感従前で会いたいといったコメントも多く寄せられています。平野仕様は以前から SNS 上での投稿が話題になることが多かったですが このお散歩動画は特に反響が大きく、ファンの間で新たなブームとなっています。先月にはカフェで飲んでいるレモネードを写した写真も投稿し、それがデートしてるみたいと話題になったことも記憶に新しいです。彼の投稿はシンプルでありながら、ファンとの親近感を築く上で大きな役割を果たしているようです。 ヒラの仕様のお散歩動画がファンの間で大きな反響を呼んでいます。彼のリラックスした後ろ姿やラフなスタイルがデートしているような雰囲気を漂わせ、親近感を持ったファンが続出しています。SNS 上ではデートの続き見たいといった賞賛の声が広がり、彼の魅力に心を奪われる人々が増えています。ヒラの仕様の投稿はシンプルでありながら、 彼とファンとの絆を深める力を持っているようです。彼の今後の投稿にも期待が高まるばかりです。